日本最大の湖琵琶湖、京阪神地区の人々を支える重要な水源である。だが近年工場から垂れ流される汚水によって水質は著しく悪化、人々の生活は脅かされもはや危機的状態である。その水質汚染に取り組んでいるのが滋賀県警察草津警察署内にある琵琶湖環境特別捜査隊の面々。悪質業者摘発に向け琵琶湖周辺の水質調査分析に全力を挙げている。すごい賛成です。捜査員たちの思いはただ一つ、琵琶湖を守りたい。汚れた水が流れておるということが確認できたらですね、そこから本格的な捜査をやりましてですね、そして、取り締まりに向けた捜査を進めてまいります。この日も調査に向かうため捜査員たちは準備に追われていた。脚立に長靴、掘り容器、そして水量メーター、こうした機材を駆使して今日も工場排水の水質調査をする。向かったのは琵琶湖周辺の工場4カ所。工場関係者に気づかれないよう目立たない場所から目的の排水口へと近づいている。そして慎重に水を採取。汚水が違法に垂れ流されている排水口はまるで隠すかのように目立たない場所に設置してあることが多いという。この工場の場合も怪しい。こうした排水口の在りかを探し当てるのは捜査の重要なポイントだ。採取した水には証拠として日付と時間を記入しておく。再び捜査員たちは排水口を探す。なんとこんなところにも排水口があった。何のために排水口を隠すのか、汚水垂れ流しの疑惑は深まる。次に捜査員が向かったのは滋賀県科学捜査研究所。採取した水をここで分析、汚染の状況を確かめることになった。果たしてこの中に基準値を超えた水はあるのだろうか。早速分析が始まった。まず汚染値を測定する試薬をフラスコに注入、そして30分間煮沸する。すると一つだけ他とは全く違った色に変化した水があった。この水が怪しい。さらにこの水をろ過して2時間乾燥すると、ろ過紙の上に黒いものが付着していた。汚染物質である。しかもその量は基準値のおよそ10倍。汚水を垂れ流していたのは琵琶湖にほど近い場所にあるこの工場。工場脇には何本もの排水パイプが設置してあるが、大量の汚水を出していたのはこの一番太いパイプである。この辺りは農業も行われており、作物に対する影響も懸念される。もはや見逃すわけにはいかない。5月19日、この日、いよいよ工場の摘発が行われることになった。出動するのはおよそ50名。長期にわたる地道な内偵を経ての摘発である。捜査員たちの士気も高まる。午前6時30分、本隊が一斉に現場へと向かう。一方、現場では夜明け前から先発隊が張り込んでいた。内定通りの時間に社長や従業員が出社してくるとは限らない。万全を期しての摘発である。そこへ本隊車両が続々と集結。いよいよ作戦開始である。今回の作戦はこうだ。まず工場の排水口側に先発隊が待機し様子を見張る。そして工場の正面が見通せる場所では指揮班が張り込む。さらに本隊は少し離れた神社の駐車場で摘発開始の指示を待つ。内定によれば工場の社長は朝7時頃に車で出社。車を降りると歩いて一旦工場内へと入っていく。
そして工場裏から排水口側に出てくると人の気配がないことを確認してバルブを開くという。果たして今日も内定通り社長は7時に出社してくるのだろうか。本体も息を潜め摘発開始の指示を待つ。長期の内定、地道な捜査、今その努力が報われようとしている。もう昨日はとっくに来てるんですけどね。あ、工場にね。時間的にはね、時間は7時を過ぎている。来ましたね。あれですね、社長の車来ました。ありがとうございます。そろそろ全身待機ですね。どうぞ。了解。本体が神社から工場近くへと移動する。社長は内定通り車を止めると歩いて一旦工場内へと入っていった。先発隊の捜査員は見つからないよう慎重に排水溝付近へと近づいている。本体も工場近くに移動完了。摘発開始の指示を待つ。社長出てきました。バルブを開けます。多分今開けました。バルブ開けました。一時もうちょっと待ちください。了解。今のところが白です。バルブは開けられたもののまだ汚水は出ていない。捜査員が息を潜めながら排水口付近を確認する。茶色くなってきましたので着手してください。ホタ了解。着手ど、してください。どうぞ。着手の時が来た。捜査員全員が現場へ集結する。違法な排水を垂れ流している工場の摘発作戦いよいよ始まった。全ての警察車両及び捜査員が一斉に排水口付近に集結する。応援の機動隊も含めおよそ50名もの捜査員たちが現場を慌ただしく駆け回る。まず隊員たちは汚水の量を計測するため機材を現場に設置し始めた。先発隊の捜査員は証拠となる汚水をバケツで採取。こうしている間にも汚水はものすごい勢いで用水路へと流れ込んでいくのだ。正確な排水量を計測するため一刻も早く機材を設置採取しなければならない。捜査員たちの無駄のない俊敏な動きで作業は着々と進んでいく。そして汚水の量を測るための水量メーターが取り付けられる。同時に工場の社長を現場に同行、令状を提示する。工事の裁判所から検証令状出ます。それも安心大社それで検証してもよし。これ裁判所から許可者出たこれ確認してくれ。また後で見てもダメかい。大量に流れ出る汚水、この水の元は一体どこなのか。捜査員が工場の裏側へ行くとそこには汚染の明らかな実態があった。異様に泡立つ濁った水、これを垂れ流していたのだ。今出てるやろ。あの水は朝あのこのポンプを汲み上げたのか。そうです。なんであれ出すのあれを。それとも24時間汲み上げたの。いいや、なんで仕事中だけで。ぼちぼち説明しないとあかんねんけども、なんであんなも出すんかな思ってよ。社長を草津署へと同行。取り調べの結果、水質汚濁防止法違反で逮捕となった。さらにこの社長、不法就労の外国人2名を雇用していたことも発覚。2人は出入国管理法及び難民認定法違反で現行犯逮捕された。汚水の垂れ流しは絶対に許さない。琵琶湖環境特別捜査隊は今日も琵琶湖を守るため地道な捜査活動を続けている。